はい、ということで皆様おはようございます。朝からね、戦実況やっていきます。前回ですね、新展開ありました、なんですけれども、なんか話があるみたい、バルコニーに行ってみようということでね、まあシリルさんが謝ろうかどうかなみたいなもじもじしてたね状況だったと思うんですけれども、まあやっぱりここはね僕が、行って話すというようなことになるみたいです。なんですけれども、まずちょっとね、今の段階でいらっしゃる方々にお話を聞いてみようかなと思います。メイベルさんですね。話ならさっきしてきたよ。さっきのとは別の話なの。バルコニーにいるからちゃんと会ってきてあげてね。なんだよ、まとめて話してくれりゃいいのに。ブツブツ言ってないで、すぐに会いに行ってちょうだい。わかった。はい、ということでね、会いに行きましょう。なんですか、その前に、うちは大きくなったら魔性の女ってのになるのよ。何教えてんだあの人。タンが絡んでしまいましたね。兄ちゃんにだけ。ここの辺は変わってないかなお話。あのウルフリングのおっちゃん、早く直してやってくれよ。行かれたまんまじゃお客さんになってくれないだろ。こいつらいいやつなのか悪いやつなのかようわからんな。でまあ武器商人とかね、いろいろあるわけなんですが。いいもんお安く。いやいや、しみじみ考えますよ。男で一つでギルナとイカネを育ててきたんですがね、自分で言うのもあれですけど、いい子たちに育ってくれましたな。二人とももう私より金勘定が早いんですよ。母親に似たんですよ。奥様には逃げられたんですかね。まあようわかりませんが、頼み、ガンテスさんの頼みを聞くってこれなんだろう。おう、どうで、ちゃんと武器の手でやってるかい。いや、そんなやってないですね、ぶっちゃけね。ところで一つ、頼みがあるんだが聞いちゃくれねえか。ん、頼みは聞けないってことで、いや、聞きましょうよ。おう、ありがてえ。実はな、武器を鍛える材料にお前さんが持ってる、その、なんつったっけか。あ、そう、ミスリル。ああ、そいつほんの少しばかり分けてもらえてんだよ。どうだ、頼むぜ。3000でいいの？じゃあ渡しますか。本当か、大助かりだぜ。これさえやりゃ俺様の腕にもますます磨きがかかるってもんだ。ガンテスさんの家事レベルが上昇した。まあよかったのかな。話しますか。おう、どうで、俺様の鍛えた武器は切れ味抜群だろ。この間なんか包丁を研いだらまな板まで真っ二つよ。え？それは相当だな。はあはあはあ、なるほど。他のメンツはどこにいるんでしょうかね。仲間たちは、自分たちの部屋にいるのかな。ちょっと行ってみようか。じゃあそこまでカットします。はい、ということでアミちゃんとファークリンの部屋にやってまいりました。お二人ともいらっしゃいますね。おー、何、どうしたのよ。タウン。え、私が言ってるのはそういう意味じゃないでしょ。方向性が間違ってるのよ。ごめんよアミちゃん。え、ないってこと。状況が読み取れないんだけど。おねしょはともかく泣き虫だけは勘弁してよね。おねしょはいいのな。僕おねしょなんかしてないもん。そうだね、してないよね。え、で結局何だったのさっきの。ようわからんな。では次ですね。おそらくガードフォールさんもいらっしゃると思うんですが、あ、デューガさん。まあ早いとこね直してあげたいんですけれども、ってここまで爪痕残ってたらもうやばいでしょ。あ、もしかしたら連れてくる段階でね、なったのかもしれないですけど。おお、トーマか。お前のおかげでルーガを直してやることができそうだ。本当に感謝しているぞ。いや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 ね、こちらもね、助けてもらったのでやっぱりね恩は返さないとね。
まあ仲間たちもこんなような感じなので、ちょっとバルコニーにじゃあ行きますかね。それではジャンピング。はい、ということでバルコニーにやってまいりました。シエリさんにねお話聞いてみましょう。ねえトーマ、私トーマのこと何も知らなかったなって気がついたの。そのせいでさっきもトーマをバカにしたようなこと言ってしまったわ。あのこと怒ってる？怒ってるってことじゃねえ。まあちょっとはムカッときたけど、いつものことだからな。お前あんまり人の気持ちとか考えるタイプじゃないしさ、もう慣れたよ。何よその言い方。トーマこそ考えてないじゃない。こっちが今どんな気でいるか。ダメだよシリル、ここで逆ギレしてどうすんの。メーベルに言われたようにやってみるんでしょ。分かってるわよ。あのねトーマ、あ、ムービーですね。トーマのこと、いろいろ誤解してたみたいね。私、ひどいこと言っちゃったなって思ってるの。ごめんね。別にその俺は、こんなの無理。メーベルの言うことなんか聞かなきゃよかった。恥ずかしい。とにかく謝ったからねトーマ。なんで急に怒るんだよ。シリルったらダメね。はい、ということで第7章ですね。あれ、あ、そっか、間違ってましたね。僕ずっと今7章だと思ってたんですけど、これから7章なんですね。以上がノスワルド帝国の最近の動向です。さあ、リームシャンとのね会話があるみたいなんですけれども、ソルビーストの増産に専念しているようです。分からんが、下級兵士を増やしたところで我々魔族にかなうはずもない。果たして人間どもの思惑はどこにあるのか。ところで聖剣シャイニングフォースの方はどうなっている。こちらの味方にすることはできそうか。それがその偵察に出したものが少々知恵の足らぬもののようでして、このところ報告がないので状況が分かりません。別のものを送り込みましょうか。この送られてた存在っていうのがアミちゃんですよね。あれ違ったかな。いや確かそうですよね。いや必要ない、私がやろう。そやつの目と耳を盗めばいいだけのこと。なんか嫌な予感するな。方角は西、距離はこれか。はい、ということで、あ、ドゥーガさん大丈夫ですかね。それでは始めるとしよう。お、ここはどこだ。おお、気がついたか。わしが分かるかっていうか。ああ何変なこと聞いてんだよ。ガドフォールの旦那、
ボケちまうほどの年じゃねえだろ。記憶ないのか。その口の悪さ、間違いないドゥーアだ。あ、一体どういうこと。そんなことがあったのか。まるで覚えちゃいねえが、あんたらには世話になったみたいだな。礼を言うぜ、助かったよ。いいっていいって、俺トーマ、よろしくな。ああ、俺はデューイガってんだが、もう知ってるわな。まあよろしく頼む。ねえねえチビ、あの人かっこいいと思わない？お女子になってるね。野生味があって大人の魅力もあって。アミちゃん上っぽいんだから。さ、ファークリン、これは頑張んないとやばいぜ。それでドゥーガよ、どうしてこんなことになったんだ。どうやらフィリップの野郎にはめられたらしいな。フィリップさん、あの青い人ですよね。ラグナダームの元で、働いている方だったと思います。あいつはキャントール村の連中を無理やり連れて鉱山で働かせてやがる。俺はキャントールの連中にちっとばかり恩があった。連中を助けてやろうとしてフィリップをボコボコにしてやった。そしたらフィリップがお詫びだと言って宴会を開きやがった。罠だったってことか。その時の酒に眠り薬でも入ってたんだろう。宴会の後の記憶がねえからな。多分この方の声優さん、あのゾロとか、三国無双のカコートン、それから天意と同じ人ですよね。で、宴会ではめられたということなんですけども、三国無双の天意さんもね、宴会ではめられてお亡くなりになるんですよね。まあ、多分それ意識してのことではないと思うんですけども、ちょっとそういうようなところにつながりをね、見つけたりとかしましたけれども、はい。甘かったぜ。ボコボコにした後とどめを刺したでよかった。落ち着けて。それとおみじ、これからどうするつもりだ。決まってんだろ。キャントール村の連中を助けてフィリップの野郎に落とし前をつけるんだよ。だったら俺も手伝う。そんなひどいこと黙って見てらんないからさ。おお、話がわかるな、トーマ。男ってやつはそうでなきゃいけねえ。お前とだったらうまくやってけそうで。なんか意気投合してる。それにしてもラグナダームってろくな王様じゃねえよな。無理やり連れてって働かせるなんてさ。いや、多分ラグナ帝が命令したわけじゃねえだろうな。フィリップの野郎が勝手にやったのさ。うん、わしもそう思う。ラグナダームのことを知ってる人間としては、まあ、フィリップさんがね勝手にやってることでラグナ帝は関係ないっていうふうに言ってるわけですよね。なんか妙に評判がいいな。俺あいつにぶっ飛ばされてるし、あんまり好きじゃねえんだけどな。みんなが働かされてる鉱山はキャントール村の北にある。まずはキャントール村に行ってみるでしょう。ドゥーガさん仲間になりましたね。ドゥーガパーティーロックされた。パーティーロック、あ、強制的にこう連れて行かなければならないっていう、あのガードフォールさんパーティーですかね、ちょっと前の。はあ、まあそれはそれでいいんですが、多分ドゥーガさんこれ攻め重視の人ですよね。パワータイプだと思うんですが、もう一人連れて行けるんですよ。うん、でどうしましょうかね。ガードフォールさんにするか、メイビルさんにするから、はたまたこの魔法組、魔法少女組にするかっていうね。まあ少女というか、ファークにはね男性なんですけれども、そうですね、これ仲間の切り替えどうやんだっけ。ゼナスに話しかければいいんだったかな。ゼナスどこにいる。いらっしゃらないな。あ、いたいたいた。強化されたレーダーシステムは宝箱や一部のモンスターも捉えることができる。あ、そうですね、マップにあの緑色でね表示されますね、アイテムね。
特に防衛戦で威力を発揮するので活用してもらいたいと。メンバーを変更してくれですね。で、どうしましょうかね。レベル一番低いの誰なんでしょうか。ドゥーガさんは外せないと。で、メーベルさん、ガドフォールさんはやっぱりあの防衛戦をね、ずっとやってたので、あんまりレベル上がってないですよね。で、今回、まあ、ドゥーガさんパワータイプだと思われるので、どうしましょうかね。これは、いろんな人をこう育てるのではなく一人に集中した方がいいのか、まあね、バラバラでこうバランスよく育てた方がいいのかっていうのがよく分かんないんですよね。なんでどうしましょうかね。メーベルさんを、あ、間違った、メーベルさんをこちらに入れて、守りをこれガードフォールさんとアミちゃんにしますか。じゃあこれでいいのかな。まあ、ファークリンは回復であるとかね、そっちの方の担当だったと思うので、まあ、とりあえず、今回この形でいこうかなと思います。で、防衛戦ね、きつそうであれば、まあ、メーベルさんをこちらに戻してですね、アミちゃんがファークリンを連れてって、まあ、ドゥーガさんと一緒にこうやっていくというような流れで、プレイしていきたいなと思います。で、まあ、今回ドゥーガさん強制ということなので、まあ、連れていくしかないというような感じなので、まあね、どのような戦い方するのかっていうのは今回分かるというような感じでしょうかね。ちょっとじゃあお話聞いてみましょうかね。ね、キャントールたちはどうやら彼らの村から北に行った鉱山に捕らえられているようだ。なんでそこに向かいたい話ですよね。キャントール村に今回は、向かうと。転送ゲートがあったわね。あ、ワープしていけるよって話。キャントール村の人たちはみんな獣人族だったはずよ。あ、じゃあドゥーガさんと同じなんですね。体が小さくて力も強くないけど、困っている人を放っておけない優しい性格をしているわ。俺も前に雪山で遭難しかかったから助けてもらった。なるほど。そしてガドフォールの旦那にもいろいろ世話になったんだけどな。礼を言うぜ。わしは騎士としてお主の親友として当然のことをしたまでだ。うん。ああ、私アミタリリ、よろしくね。ねえドゥーガ、あんた年は、身長は、体重、誕生日はいつ。体重いる。まあ、年と身長はまあよしとして体重いりますかね。まあ、アミちゃん的にはこう全部を知り尽くしたいみたいな感じなんでしょうかね。なんだこのチビ。ガキにモテても嬉しかないな。アミちゃんたら恥ずかしいからやめてよ。さあどうなるんでしょうかね、この後の展開。この三角関係がね出来上がったわけなんですけれども、まあでもドゥーガさん別に興味ないみたいですね、アミちゃんにね。あ、これファークリンに話しかけても一緒か。うん、なるほど。どうしましょうかね。時間がでもそんなにないんですよね、もうね。なので、レーダーを強化したっていうこと。あ、そう、コアメタルがね結構溜まってきてるんですよね。なんでちょっともうそれを使う時期かなっていう気がしないではないですけども。あ、あとこれ鑑定してもらえるじゃないですね。鑑定してもらおうか。じゃあこの下流の呼吸ですね。これ多分アミちゃんならと思うんですけど、え、鑑定に失敗、誰のものだか分かりません。え、まだ仲間増えるってこと。じゃあ、どういうことやね。まあ一応ね全部鑑定して、で、奥義の証がね2つほどあるので、ちょっと奥義の証も見てみましょうか。手に入れた奥義をコントロールパネルに入力したと。で、奥義ですね。どれが新しいのか全然分かんないけど。どれだろう。ちょっと分かんないですね。まあいいや。で、コアメタル何個あるんだっけ。5個。どうなんでしょうか。これレベル4でマックスですかね。あ、4より上あるのか。可能のレベルが少ないんですけれども、
カナホ使える状況っていうのもぶっちゃけそんな多くないですよね。エナジー色の回復能力を向上させる機能、要塞耐久力の回復速度、ああなるほど、上昇する、レベルが上昇すると回復速度が上昇する。これはでもそんなにいらないですかね、はい、なんで、まあレーダーとりあえずやっておきましょうだってやっておきますかね。まあこれはやっといて損ないと思うんですよね。はい、まあ1個の消費で済むということなので、レーダー、それからバリアもこれやっておきますか。はい、で、エナジー色はこれなんだっけな、あ、他に施設のレベル上限も上昇する。じゃあエナジー色ですね、次エナジー色やりましょう。1個足りないのでね、今回はこの、ぐらいにしといてですね、まあ次回以降ですね。で、呼吸、まあ一応持っとこうかこれで、女子用の装備はね、これシリウさんなんで、これシリウさんに渡してと。で、そうですね、こんなような感じですかね、今回はとりあえず。で、漆黒の印、これ持っておきましょう。はい、そうですね、時間がちょうどよくなってしまったので、今回はここまでにしましょうかね。で、次回、キャントル村に向かってね、ストーリーの方を進めていきたいなと思っておりますので、ご期待ください。今回はね、この辺で切らせていただきます。では皆さん、また次のパートでね、お会いしましょう。ではその時まで、さよならです。バイバイ。